松田源の豊橋ラジオ放送 室。さあ4月入りまして、松田さん今日も、今月もダンスでラジオを撮っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組は豊橋から松田源の2人が30分間テクノロジーを AI を VR を映画本をテレビ番組をプロレス格闘技を話しまくる音声配信番組です。はい、さあ4月入りましてですね、はい、まあ、早いですね、もう。はい、あっという間ですけどもね。はい、まあ、オープニング小ネタということで、これすぐ死ぬわ、はい、まだもうちょっと行きましょうよ、もうちょっとモテましょうよ。もういいですよ、もういい。変な女来んなよ、マジで。いやいや、行ってみたいですけどね。まあオープニングまた小ネタということでね、はい、はい、コーヒードーナツと、コーナーになって、はい、どちらがよろしいですか。コーヒードーナツをいただきます。コーヒードーナツをじゃあフィナンシェを食べながらやりたいと思いますけどね。すいませんね、なんか。いえ。いつも。さあ、まあオープニング小ネタということでね、また大好きな、私は我々の大好きなアマゾンの話をしてますけど、はい、またなんかプライムデーが来週ぐらいですかね。ああ、はい、そうですか。はい。7月。まあ、7月のぐらいあるんですけど、うん、なんか私にちょっといろいろ買いたいなと思ってるんですけども。はいはい。なんか最近まあ歯医者に行ってるんですけども、はい。はい、まあ、その電動のですね、はいはい、あっちの方じゃなくて歯ブラシの方をですね、買いたいなと思って、はい、で今なんか電動歯ブラシ、俺も5年ぐらい使ってるんですけども、はい、歯ブラシがなんか今のやつなんかその AI なんちゃらみたいなので、はい、そのあんまりその強く当てすぎるとなんかこう赤く光って、そのなんか花瓶的なものを防いでくれるみたいなのが、はい、なんかそういう歯ブラシがあるらしい。すげえすげえ、はい、いいですね。まあ、今使ってるのも古いやつなんで、そういうのはないんですけども、はい、あとなんかスマホと連動させてなんか磨き残しをなんとかみたいな、まあ、そんなのはいらないんですけども、なんかあるじゃないですか、あんまり強く当てすぎちゃいけない。はいはいはい。うん、なんかそういうのはちょっと狙ってるんですけど、安くならないかな。それ違うとこでも強くやると反応しとる。いやいや、それはどこを狙ってるんですか。いろんなあれがありますね。ね、はい、あ、そうですか。それいいですね。回転するやつですか。じゃなくて回転するやつ で、 回転で この、うん、この周りの部分がちょっと赤くなってて、あ、はい、で、あ、赤と青と緑だかな、緑だと弱いで、青だとちょうどいいぐらいで、赤だと強すぎますよみたいな。あ、まあ、違うとこ当てるとまたなるかもしれないけど、ね、赤がいいな。赤がいいですかね、はい、あ、そうですね、なるほどね、はい、なんかね、いいですよね、アマゾンで。なんか、あ、まあ買いたいものはなんかいっぱいあるんで、あんま見ないようにしたいですね。そうですね、お金使っちゃうからな、はい、最近お金使いすぎてるんですよ。使いすぎてるじゃないですか、はいはい、だから気をつけないといけないけど、まあ買う、アマゾンプライムって毎回買っちゃいますからね。買っちゃいますよね、やばいですけどね。欲しいリストにどんどん入ってくる。そうですよね、急上昇であるとか、そうそう、はい、欲しいものリストだって俺確か源さんに最初聞いたんですよ、そんなんあるよって、はい、で俺そこから使い出してめっちゃ入ってますね。誰か買ってくれんかなと思って。いやいやいや、いいじゃん、経済を回してるじゃない。あ、そうだ、こ募集しよう、俺の欲しいものリストを、はい、リンクしとくんで、はい、誰か買ってください、買ってくださいの、はいはい、じゃあどこに、はい、ここまで、はい、リンクに、リンクに、はい、概要欄に入れとく、概要欄に入れてくんで、源さんも貼っときます。いや、それは大丈夫、大丈夫。本当ですか、歯ブラシ買ってくれるかもしれない。歯ブラシし、はい、まあ、電動のね、いろんなもの欲しいんで。ああ、そうですね。はい、やべえやつだな、やべえやつが。でもプライムデーね、なんか買っちゃいそうな気がしますけどね。やめてほしいですね、はい、アマゾンね。いや、まあ、経済を回してると思えばいいんじゃない。確かに確かに確かに。まあ、そうですね、まあ、だいぶ売り上げどんくらいなんですかね。なんか中国の なんだっけ、ね、なんとかってやつ、なんとかってやつ、はいはいはい、アリババか、はい、とかね、何兆円、1日何兆円とかやってますけど、うん、アマプラどうなんだろう、うん、あ、アマドも、まあ、なんかまあ、そんなに売り上げ的にはって聞きますしね。あ、そうですか、うん、なんかネットフリックスの株がめちゃくちゃ下がってるみたいなニュースを見ますけどね。まあ、やったらめったら下がってますもんね今ね。だってフェイスブックとかももう 40% ぐらい下がってますよ。あ、そうなんですね、うん、まあ、アップルとかもそうですしさ、うん、まあ、今までが高すぎたって考え方もあるかもしれないですけどね、まあ、そうですね、うんうん、
まあまあでもネットフリックスもまあね資金はたくさんあるとは思うんですよ。これがいい作品を作っていって、うんうん、まあ価値は続いていくとも思いますけどね。はい、はい、と、はいうことで今日は、Amazon ライブで話をさせていきました。ありがとうございます。ありがとうございました。松田健太の気になる話。はい、今日はですね、ね、いつもまたですね。じゃこれね、あのなんか天然気取ってる女みたいになってるでしょ。なんかまた忘れたみたいな、さっき話したのにまた忘れたみたいな。よくわかんない。なんかこいつ本当覚えてんだろうってなるけど、本当に忘れちゃうんですよね。あのその前段で何でした。全然アマゾンのことしか頭なくなっちゃうっていうねことがあるんですよ。あの天然気取ってる女じゃないですか。いやいや、まあ、バーチャルマーケット、ね、あそうそうそう、はい、そうそうそう、はい、すいませんね、本当 NFT の情報が、はい、呆れとるじゃん。はいはい、はい、NFT なんかハイブランドのね、はい、もうこういうバーチャルマーケットのもなんか洋服であったりとか、はい、前なんか靴を販売してるみたいなお話聞きましたかね。はい、はい、この間フェイスブックの方で、まあ、インスタもそうなんですけど、うん、アバター使えるじゃないですか、うん、そのアバター用の服が、販売されますよということで、やってたんですけど、うん、まあ、販売されしたことによってだいぶ批判を受けていると、はい、まあ、例えばバレンシアガとか、うん、ハイブランドの、服を、アバター用の服を売ってるからこれは格差を作ってしまうんではないかと、うん、ということで、あのだいぶ批判を受けているようなんです。それで、まあ、僕としては、まあ、別にハイブランド出して続々とね新しい H&M とか、うん、まあ、ユニクロにしても出てきてこれば別にいいのかななんて思って見てるんですけど、まあ、まずはアバターを使ってない段階で服を買う人がいるのかっていうのは疑問ですよね、うん、って思うんですけど、今アメリカとイギリスでこの間、仮想空間ホライズンっていうフェイスブックのやつもテストが始まってるので、まあ、徐々にその仮想現実は現実になりつつあるんじゃないかな。私も松田さんのねフェイスブックとかなんかリンクを貼ってくれてたので、はい、なんかなんていうんですかね、ゲストみたいな感じで、あ、はい、なんか入って、あ、本当ですか、ありがとうございます。それぞれ見たりはしたんですけどね、はい、うん、なんかあれも、V マーって言って V マって言うんですけど、うん、大丈夫ですか。VVV ですね、はい、バーチャルマーケット、はいはいはい、っていうことで、東京の会社があれは作ってまして、はい、でそこに出店できるんですよ、うん、あ、なんかそのお店的なものが、ね、お店を出店、はい、で1日1万5000とかでブースを買って3日間やるっていう、はい、形なんです。まあ、もちろんあのテストが入ってたので安くなってたんですけどね、うん、一応基本はそんな感じらしいです。で JPEG をいくつか用意して、うん、そのお店に貼り付けれるようにして、うん、そこから、物を購入するとかっていう感じらしいんですよね。なんでまあオンラインの Amazon をもうちょっとこうなんか展示会みたいにしたよっていう感じですよね、うんうん、なのであのやっぱりそこで例えば 50% オフで物が買えますとかなってくると違うと思うんですけど、うん、周り見てたらなんか冷凍たこ焼きとか、うん、なんかわけわからない何それ、それ売らんとかあんのみたいな感じだったので、やっぱね集客がすごい弱かったんですよ、うん、うん、なんでまあテストしたテストに付き合ったみたいな感じですかね、うん、になっちゃったかなとは思います。まあ、そのまあそのまあまずはあの VR ゴーグルを持ってないので PC で入って、うん、なんかまあねぐるぐる歩き回ったぐらいで終わってしまったんですけども、はいはい、うん、まあでも何が当たるかわからないですね。まあそうですね。あとまあその先行者利益みたいで最初にやった人は勝ちやすいっていうパターンもありますので、ありますね、うん、だから実際にやってみてまあトライアンドエラーで続けていく、うんうん、手数を打っていくっていう手はありかなと思いますけどね、うん、多分ねあれやってる時にちょうど地元でものづくり博ってやってたんですよ、はい、あの実イベント、はい、総合体育館を借りて、はい、でその中にいろんな企業が出展するっていうのをやってて、はい、同時にやってたんで見てたらやっぱそっちは人が集まるんですね、うん、いろんな豊橋の人たちが地元の人たちが見に行ってる、うん、でやっぱ違い考えると
まあ、体験と、うん、もうリアルな体験、うん、もうもちろん V マもできるんですよ体験ある程度、うん、だけど動画見たり、うん、その3D 操作っていうんですかね、うん、になっちゃうから、うん、やっぱ実体験にはかなわないんだなっていうのが一つと、うん、今のところです。今のところですね、はい、うん、あとは飲食、うん、その外にキッチンカーがいっぱい出てる。それは強いですよね、うん、やっぱり子供たちとか行った時もそうですし、はい、うん、食っていうのはやっぱり強いですね、うん、ですね。 なのでキッチンカーがやっぱり人気あったので、うん、どうしてもやっぱり冷凍たこ焼きになっちゃうからVバーチャルマーケットだと、うん、そこはちょっとやっぱ痛いなっていうところなので、それをこだわっていこうと思ったらやっぱ出店の内容をそこでしか買えない、そこでしか買えない価格とかにしないと人が来ないんじゃないかなとは思いますよね。例えば、まあ、だいぶ古いけどマダム信仰のバームクーヘン本当だったら3ヶ月待ちだけど、うん、ここ来れば今日買えますとかいう感じじゃないと難しいですよね。確かに食っていうのはまあそのバーチャルの、うん、その場で食べれる、その場で、ね、リアルのものっていうものとしてはそれはかなりの差がありますね。差がありますね、うん、そういうのを感じたかな。か同時にやってたからちょうどなんか比べやすくて面白かったですね、うん、ああ、なんか開催時期としてかぶってあったってことですね。やっぱバーチャルって集客できないな。なんかね、隣の、ブースっていうか違うサーバーでライブイベントやってたんです、うん、音楽のイベント、うん、そっちの方にはまだ人来てたみたいですけどね、うん、まあ、何かそういったものであるとか、はい、まあ、分かんないですけど、ゲーム的なものとか映画的なものであるとか、はい、そういうのは親和性は高そうなので、そうですね、うん、そこから突破口で開けていくっていうのは可能性としてはあるかもしれない、ね、確かに、うん、という感じでしたかね。まあ、これから、まあ、まだまだ始まったばっかり、実質的にはね、本当にこれからしいと思うんですし、はいはい、まあね、噂のアップルもね、はいはい、作ってますよね、出るか出ないだっていう話も随時上がっていますしね、うんうん、まあ、その辺が参入してくれば、うん、あとなんかドコモもメタバースに、ね、ああそうですか、え、知らないです、知らない、あ、違ったかな、違う、あ、間違ってたら申し訳ないんですけども、はい、参入してみたいな。まあそうですよね、なんかドコモって今実店舗潰しまくってるじゃないですか。あ、そうなんですか。携帯ショップを、あ、そうです。で、それってなんかやっぱ携帯が安くなった、うん、で、じゃあ人削ろうってなった時に、うん、店舗削ろう、まあ、家賃と人件費ですよね、うん、なんかあれこれって安くしてもその実店舗がなければ利益出るじゃんってなってきたと思うんですよね、うん、だからそこの安さの跳ね返りが人件費と家賃に来ちゃってるっていうのは分かるし、だからメタバースディズニーみたいに土地買って建物建てて何億円かけて建ててランド作るよりメタバースでよければそっちでいいじゃんみたいな、うん、っていう流れには企業はなっていくのかなと思いますね。まあそうですね、はい、携帯ショップも、はい、実質も、はいはい、その必要性というか、うん、ニーズ的なものはないのかなっていうのは、うんうん、ね、あれだけの施設で、はい、ね、人を雇って、うんうん、営業時間やって、はい、もう本当一つ一つ前の収益モデルというか、あ、そうですね、ニーズモデルになってるので、これでなんか分かんない操作を教えるだけで何百円の利益しか出ないみたいなことになってるとやっぱいらないってなっちゃいますよね。時代の転換点というか、まさにそのところに立ってるのかなってつくづく感じるところがありますけどね、はい、まあ、話を戻してですね、はい、まあ、今後ですね、まあ、手足も踏まえて、はいはい、まあ、なんかでもそのさっき言ったものづくり博とかですね、はい、うん、でなんかいいとこ取りというか、うん、リアルの開催もそうですし、そのバーチャルの開催もそうですし、はい、なんかそういうのはできないのかなと、あ、合わせた感じで、うん、あ、それ面白いですね、うん、俺もなんかバーチャル彼女とか作ろう。なんでそっち行くんですか。そしたらいいとこ取りで、そういう意味じゃなくて実彼女と。
じゃなくて、ジョンミネ豊橋にいて、はい、でサンフランシスコのシリコンバレーのアップル、はいはいはい、うん、とかでできるとか、そういう意味で言ってるか、そういう意味ですか、はい、あの実家の女性のバーチャル彼女で、ね、長澤まさみで、長澤まさみで感じ、いや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 入ってるところ、何を言ってるんだ、はい、何を言ってるんですけどね、はい、まあでもですね、まあよりまあなんか面白くワクワクできるような未来が待ってるといいですけどね、はい、思いますけどね、はい、ということで前半はまたのコーナーでした、ありがとうございました。源のおすすめ、さあ後半は源のおすすめということで、今日は、珍しく、まあ、久々ですね、本の話、はいはい、したいと思いますのでお願いいたします。はい、この一つとして、大ヒット映画、オデッセイのアンディ・ウェア最新作、映画決定、未知の物質によって、太陽に異常が発生、地球が氷河期に氷河期に突入する世界、謎を解くべく、宇宙へ飛び立った男はただ一人の人類を救う、ミッションに挑む、火星でのサバイバルを描いたウィーバーが、地球滅亡の危機を救う究極のエンターテインメントということで、今日はこちらですね、作品を紹介したいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、でまずですね、この作者ですね、はい、映画のこのオデッセイという作品があってですね、うん、はい、松田さんこれはご存知でしたかね。はい、オデッセイは知っております。はい、はい、まあ、火星に取り残された男がですね、はい、脱出をする物語ということで、私これ大好きで、うん、はい、ずっと、SF 映画としては大好きなんですけどもね、はい、はい、で、すみません、作品名を紹介ということでね、プロジェクトヘイル・メアリーという作品ですね、はい、はい、で、まあ、このオデッセイのこの原作だった火星の人も書いた作品、うん、同じ作者になるんですけども、ああそういうことなんだ、はい、で、私まあ正直ですね、まあ、SF 映画は大好きなんですけども、はい、SF 小説はちょっと苦手というか読みづらいんですよね。その、まあ、登場人物が、あんま覚えられないとかですね、その SF の状況を文字で書かれてもあんまり分からないというかですね、確かに確かに、はい、なんでですけども、まあ、今回のこの、プロジェクトヘイル・メアリーはすごく読みやすくて、はい、まあ、興奮するような作品だったんですけどね、はい、で、まあ、まあいわゆるその地球滅亡を救う物語になるんですけども、はいはい、まあ、あとこれはまあネタバレではないんですけども、そのまあファーストコンタクトものというかですね、第一接近ものということで、まあ、宇宙人との遭遇も出ております。はい、でもこれ映画決定ということですね、はい、なんで、まあ、2年か3年ぐらいかな、うん、はい、になると思うんですけども、まあ、今日松田さんにはこれだけ覚えて書いてもらいたいんですけども、うん、まあ、この今日この本を持ってきてるんですけども、はい、この帯を書いてる人ですね、まあ、今まあ、そのピースの又吉が帯を書く売れるとかあるじゃないですか、はい、はい、で、まあ、我々もよく知ってるこの2人が帯を書いてるんですね。ああなるほど、はい、佐久間宣行さんと岡田斗司夫さんも、はい、まあ、本当に絶賛してる SF 小説になります。そうなんだ、はい、やっぱりもうこの2人が見てるとやっぱり読んでみたくなるなっていうのがあるんですけどもね、うん、よりテンションが上がるというか。ああ、で、まあ、まだこれ上下巻になってるのって私まだ上しか読んでないんですけども、はい、はい、まあ、やっぱり一気に読める面白いってものがありましたね。なるほど、はい、で、まあ、プロジェクトヘイル・メアリーっていうんですけども、このヘイル・メアリーっていう意味なんですけども、はい、はい、まあ、プロジェクトは、まあ、分かりますよね、作戦であるとかそういう形なんですけども、うん、このヘイル・メアリーっていうのは、うん、はい、まあ、2つ意味がありまして、まあ、1つはアベマリアですね、うん、はい、でもう一つはなんかアメフトの試合で、うん、まあ、その負けてるチームが、うん、はい、まあ、最後にこうなんか焼けっぱちでロングプラスを出すっていうのをヘイル・メアリーっていうらしいんですね。あ、そうなんだ、はい、へー、ということは地球滅亡で一、まあ、人の男が、うんうん、っていう意味が込められているらしいんですけども、なるほどね、はい、で、まあ、上下で、まあ、さっきのですけど、まあ、ちょっとネタバレになるんですけど、ファーストコンタクトものということで、うん、まあ、その地球以外の生物、うんうん、とのその接近遭遇であるとかですね、うんうん、はい、それも、あって、まあ、その、まあ、太陽に異常が発生してですね、うん、はい、で、まあ、それをどう解決していくかっていうのが、まあ、その下巻に、続いていく物語になってるので、まだ、うん、で、まあ、そのこの
アンディ・ウィアーって人ですね、はいはい、まあ、すごいもう科学の、に基づいた話でありますので、はいはい、まあ、ちょっと専門的な話もわからないの で、はい、で結末はどうなるかっていうところなんですけど、まあ、やっぱりこのオデッセイもね、はい、すごいまあ科学的 で、はいはい、で SF 映画でめちゃくちゃもうでエンターテインメントとしても思える展開だったので、はい、まあ、これも、ぜひ映像化で見たいなっていうのが感想ですけどね。なんかちょっとあれ曖昧ですけど、オデッセイってなんかちょっと近未来的な感じで火星に住んでてどうのこうのですよね。そうですね、はい、だけど、まあ、その帰れなくなってしまった男がどうするかっていうマット・デイモンの話だったんですけども、はい、で、まあ、もちろん最後はねハッピーエンドで、はい、戻ってこれるって話なんですけども、はい、へえ、ミノンさんの付箋が今回は2つという 2ポイントということでいただいてますけどね、はい、あ、まあ、そうか、うん、まあなんかロケット言っていいのかな、そうですね、まあ、ロケットの中での、まあ、その、まあ、地球滅亡を救う一人の男の物語っていうのが前半なんですけどもね、はい、はあ、なんか面白そうですね。そうですね。で、まあ、一番最初にですね、はい、書いてあるんですけども、ジョン、ポール、ジョージ、リンゴにっていうことで、まあ、これは、まあ、あのバンドになるんですけど、まあ、ちょっと前半じゃはっきりは分からないんですけど、あ、そうなんだ、まあ、関係してくる、なんでこの4人の名前が出るんだっていうのもあるんですけども、関係してんの、はい、まあ、なんか後半を読んでみないと分からないんですけど、下巻を読んでみないと分からないんですけどね、小野陽子も入ってうん、まあ、でもやっぱり佐久間さんね、で、はい、岡田敏夫がこうもう激推ししてる作品なので、なるほど、うん、で去年の秋ぐらいが、秋か夏ぐらいに出て、はい、結構あの話題にはなって、マニアの間では話題になってるんで、はい、まあ、徐々に人気が上がってきたみたいな感じですね。であと、まあ1年後2年後ぐらいにも映画化されると思うので、それも楽しみだなと思うんですけども、ね、これは刺さるな、うん、刺さるな、今日は刺さるな、先週の山下さんと大違いですねだいぶで私今やられてるんで、すいませんでした、いや大丈夫です、はい、まあ、あと、まあ、SF 映画の、ね、話も、はい、まあ、したいと思うんですけどね、まあ、もちろんスターウォーズみたいなものも好きなんですけどね、うん、こういったオデッセイみたいなね、まあ、本格的な、はいはい、まあ、科学に基づいた、はいはい、リアリティのある、リアリティのあるものですね、うん、はい、でやっぱり宇宙ものっていうのはこう、うん、前に映画ファンとしても興奮するものがありますよね、確かにね、うん、確かにちょっと面白いもんな、ね、近未来って、そうです、ね、あ、なんかがっつり未来だとちょっとついていけん時あるけど、うん、まあ、近い将来というかです ね、ある程度ありえる世界っていうのはやっぱり空想の世界としては面白いですよね、はいはい、確かにそうですよね、なんかよう面白いの見つけてきますね。こういう本の情報はどこで入れるんですか。いや、まあ、映画の方もやっぱり、まあ、基本的にはラジオであったりとか、あ、ラジオ、はい、あ、まあ、これだと、ね、佐久間さんがね、はい、激推ししてるのもありましたが、まあ、やって YouTube もそうですし、うん、うん、まあ、YouTube だとやっぱり、ね、レコメンドというかおすすめがどんどん集まってくるじゃないですか、確かに、うん、なんでその中で情報を見たりとかですね、うん、ありますけどね、あとちょっとね、最近は話なんですけど、我々の大好きなね、うん、キングオブの、はい、煙突窓のプペルもね、久々に聞いた最近ちょっと話題になってなかったですよね、なってなかった、まあ、ダメですよね、うん、頑張ってやらないと、我々の応援していかない、忘れかけて、忘れかけてこのラジオでもずっと言ってますけど ね、最近ちょっとサボっ てダメだなと思って、はいはいはい、ちょっとずれちゃうかもしれないですけどさ、はい、トップガンって見ました。あ、トップガンは見てない、あ、今のところはちょっと見てない、ね、あ、見てないですか、はい、そっちはあんま興味ないですか。私はそんなトップガン思い入れがあんまり、あ、そうなんだ、ないので、はい、なんか源さんがおすすめしたら見に行くめちゃめちゃなんか影響があれだ、影響受けてます、嬉しいですけどね、はい、まあ、じゃあ見てないんだったらまだ見ません、まあ、そうなんですね、まあ、それこそね、まあ、今日ちょっと録音でまだ6月中なんですけどね、はい、そのガンダムのね、ククルス・ドアンの試合も見に行ってですね、やっぱりガンダムの方がやっぱり私は熱かったですけどね、そうなんですか、はい、ガンダムをちょっと教えてもらわんとかな、そうそう、いや、それはだいぶ長くかかりますね。あ、そうなんですか、うん、まあ、ククルス・ドアンの人もファースト見てる人に関してはだからやっぱり熱い展開というかですね、まさに僕、あの、岡田敏夫さんがガンダム、ファーストガンダムを1話ずつなんか、はい、解説してますよね、はい、30分か、はい、あれ見てても何言うとかさっぱり分からないです、うん、最初から見ればいいのかな、そうですね、あ、まあ、やっぱりなんていうのかこうガンダムが
やっぱ登場する、はい、まあ、その歌舞伎じゃないですけども、うん、そのガンダムがこう出てくるだけでよっみたいな、あ、うん、そういうノリになりますね。なるほどね、うん、そことしてはボージさんとしては熱い。なるほど、うん、結構まあその昔の音楽とかですね、当時にやってた音楽でいいところでかかってきたりとかですね、あ、そうなんだ、するのでやっぱりそこで上がるじゃないですか、はいはいはい、うん、子供の頃見てるのが今になってる。ああ、その映画ってそういうのありますよね、なんか音楽変えちゃうみたいな、うん、映画バージョンのものと、うん、いやこれ前の使っとけいいじゃんみたいに思うんですけどね、まあ、それこそトップガンとかもなんかあるとかないとかね、その前の、あ、そうかそうか、ありますけどもね。はい、ということで話を戻して、まあ、今日は、久しぶりに本の、はい、SF 小説の話ですね、プロジェクトヘイル・メアリーの話をさせていただきました。ありがとうございました。さあ、エンディングです。もうこの言葉の意味も勉強になりましたね、ヘイル・メアリーね、はい、うん、なんか、まあ、ただちょっとまだ下巻まで読んでないんでね、はい、このあとどう結末になるかっていうのも、うん、あとまあこれが映像になってね、はいはい、こういう形になって映画になってるのも、はい、楽しみだなっていうのはありますけど、ね、でもその結構僕好きですね、そのなんかタイトルがちょっと聞いたこともないような感じだけど最終的にそういう意味につながるっていうのが好きですね、うんうん、なんかあ考えてんなって思いますよね、うん、こういうの作れる人はすごいですよね、すごい、うん、源さんもなんかストーリーだけでも考えない、いやいや、もうただ楽しむだけのおじさんですので、もうそうですか、エンタメおじさんですよね、エンタメおじさん、西野と一緒じゃない、いやいや一緒にしないでください、エンタメで佐久間さんって言ってくださいよ、あ、そうかそうかこの方もエンタメですか、いやいや、このテレビプレでゴッドタンとかやってる、はい、本当佐久間さんすごいですんだね、めちゃくちゃ作品見て、うん、なんか源さんに聞いたからか知らないけど、うん、なんか最近よう見るな、なんかラジオも20分ラジオとかやってますよね、あ、そうですか、なんか、はい、うん、YouTube も当然やってますね、うん、あとマンゴットタンであるとかあちこちオープンであるとか、はい、あとネットフリックスでもこう番組、うん、バラエティーとか作ったりとかもしてますので、できれば西野さんより、はいはい、佐久間さんと言ってもらえると私は嬉しい、あ、なるほど、なるほどで西野さんよりの方がおっしゃってる、まあね、まあみんないいですけどさ、うん、なんで西野さんあんな嘘くさい、まだその話、まだその話は出てきますけど、はい、ちょっと久しぶりなんで、久しぶりなんで全部出しちゃう、やっぱ溜まってたのよ、こう、まあいいんですけど、まあまあいいんですけどね、はい、でもやっぱまあ本もやっぱりまあ当然私の仕事もあるんでね、たくさんはできるだけ読んでるのもありますけど、これたまにやっぱりこういう当たりの本に当たると嬉しいですね、燃えるものがありますよね、何人でも喜び感じてチーズ幸せそうに生きてますね、本当で台本作って山本さんにペラペラ喋ってほいでじゃあ終わった、うん、刺さらん時はへこんで楽しそうだな、でもだいぶ打率いいですよね、そりゃそうですよ、 9割ぐらい当たってますよね、ヒットする、うん、だっていや当たん刺さんなかったのが今回初ぐらいじゃないですか、山下達郎ぐらいなもんでさ、だいぶ高打率ですよね、そう、はいはい、だいぶ高打率ですね、だからいい、すごいいい線いってますよ、いい線いってないんだこれ聞いてる人は知らないですけどさ、いやいや、私はもう松田さんに届けてます、ね、あ、そうなんですか、松田さんにこう響けばもう山下達郎は響かなかじゃあもう山下達郎もかわいそうですね、浜田翔子の方がまだ響いてましたもんね、なんだろう山下山下達郎に問題があるんじゃないですか、いやいやいや、音体大先生です、あ、そうかそうか、確かに、まあでも本もね、やっぱり、はい、なかなかやっぱりあのリアル本屋さんね、うん、頑張ってほしいと思うんですけどもね、そうですね、買います本屋さん、松田さん、まあ、あのね、買います、雑誌とか買います、全く買わない、一切買わない、一切買わない、いや、もう買わない、はい、もうねもう紙を触るのがない、ない、はい、もう資料もない、ああ、もうパソコン持ってる、はい、だから、あ、ここまで減るかって思いましたね、え、もう契約書とかも PDF の PDF、 あ、領収書も全部 PDF、 あ、紙触るときは印刷するときはもうほとんどないですね、
まだ女性の髪ぐらいですね。あ、はい、それでいいのかな、それでいいのかな、終わって、はいはいはい、ということでこの番組は豊橋から松田美奈子の2人が30分間のテクノロジーを AI を VR を映画本をテレ番組をプロレス格闘技を話しまくる音声配信番組でした。ありがとうございました。来週も聞いてやー。